近年航行の自由作戦と称して米海軍が行っている小座フラグ戦略についてなんだけど、中国本土である長江河口で行ったとの情報が入ってきたよ。これにより、中国共産党軍事委員会はロシアとアメリカという陸海からの脅威に直面する形となるな。中国からすれば頭が痛い話になるだろうね。日本からすれば、中国が圧力をかけられることに関しては望むところだけど。そうだね。さて今回は冒頭で紹介した通り、小座フラグ戦略を長江河口で言ったことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。韓国中央日報の記事によると2021年4月3日、中国政府系シンクタンクである南海戦略体制監視計画 SCCPI は、米海軍第7艦隊所属のアーレイバーク旧駆逐艦マスケン DDG89 の航跡図を公開し、長江河口付近へ接近しての G 行為を行ったと報じたよ。SCCPI によると、マスケンは3月27日に母港の横須賀を出港、東シナ海に入り上海の東の沖合 250km の地点で南下、長江河口にある船山群島の東側 50km にまで接近したと主張したんだ。この日は、中国福建省のアモイで中韓外相会談が開かれており、北朝鮮問題などについて話し合われたとされているんだが、米韓の同盟に亀裂を生じさせようとする中国の動きと、韓国がそれに乗じないようにと強く牽制する意味合いがあったのではないかとの憶測があるみたいだぜ。中国もまた、同日に空母遼寧を含む6隻からなる艦隊を、沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の公海を通過させて西太平洋に進出させたらしいんだ。この規模の艦隊を米海軍の動きに合わせて出動させるのは現実的ではないため、中韓外相会談に合わせての計画的行動だと考えられるね。この艦隊は空母遼寧以下、055型連配級ミサイル駆逐艦南昌、052D 型訓民級駆逐艦聖都多元、054A 型フリゲート艦航行、901型総合補給艦フリンコの6隻から構成されており、3日午前8時に長崎県の男女群島沖南西 470km を航行中に海上自衛隊に捕捉追尾されていたんだ。遼寧は宮古海峡を通過した後、台湾周辺において訓練を実施していると中国海軍報道官が明らかにした上で、中国海軍は計画に基づいて今度も同様の訓練を展開する予定であるとしているね。今回の中国艦隊で特筆すべきは、055型連配級ミサイル駆逐艦南昌の存在なんだ。この南昌については、海上自衛隊が2021年3月に訓民級駆逐艦聖都、巡回型フリゲート隊形とともに対馬海峡から日本海に入ったことを確認し、初めてその存在を確認したとされていたんだよね。なお、日本の防衛省では連配級ミサイル駆逐艦と呼称しているが、米国防省や国際戦略研究所年俸ミリタリーバランスでは連配型巡洋艦としていて、日米での呼称が統一されていないんだが、南昌の満載排水量は1万3000トンとされていて、米海軍のタイコンデロが旧巡洋艦が1万トンであることからすれば、艦量からして巡洋艦とすべきなんだよな。ただし、その指揮統制能力も含めてその全容は謎に包まれており、情報を待つ必要があるぜ。連配型巡洋艦はステルス性の高い艦隊で、米海軍の最新レーダー SPY-6 より高性能とも推測されている、アクティブフェイズドアレイアンテナエーサである346B 型レーダーを搭載し、さらに定期探知レーダーなどが採用されているよ。このほか、豊富な武装など対ステルス機探知能力も含めての高度な情報分析が可能であるとして、現在西側諸国では中国海軍の艦隊機関級イージス艦として認知されているってわけ。中国海軍は外洋作戦能力確立のためにこの先この連配型巡洋艦の建造に注力していくと推測され、今回艦隊に含まれている1番艦南昌のほか、2番艦ラサと5番艦安山、7番艦無釈が北海艦隊に、3番艦大連と4番艦延安が南海艦隊に配備されており、その他に6番艦巡儀と8番艦艦用がすでに浸水し偽装工事が進められているようだね。中国海軍は今後、現在建造中である空母と連配型巡洋艦を主力としてその他艦艇を組み合わせて艦隊編成し、米海軍でいうところの空母打撃群に相当する戦力として運用することを目的としているであろうと予想されているぜ。4月4日には米海軍の空母セオドア・ルーズベルトを主力とする第9空母打撃群がマラッカ海峡から、南シナ海に進出してマレーシア空軍との合同訓練を実施するなどの活動を展開しているんだけど、セオドア・ルーズベルトは2021年になって2回目の南シナ海入りで、米海軍は定期的作戦行動としているようだけど、今回の中国艦隊の動きに合わせた行動と見る向きが多いね。また、4月7日には中国軍機15機が台湾の防空識別圏 ADIZ に侵入したけど、
これに対し米海軍は第7艦隊のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦ジョン・ S ・マケインによる台湾海峡通過を実施しており、台湾周辺から南シナ海にかけてまさに一触即発の状況が続いていたんだ。ここ数年の中国による異常なまでの海洋進出活動については、日米や周辺のアジア諸国のみならずヨーロッパ諸国も関心を示しているよね。フランスがフリゲートや原子力潜水艦を南シナ海で航行させたほか、ドイツ海軍がフリゲートを派遣している他にも、英海軍が最新鋭空母クイーンエリザベスを含む空母打撃群を派遣して日本に寄港させるなど、西側諸国として協調しながら中国を牽制する動きが出ているな。このような動きに対して一歩も引く気配のない中国だが、はっきりしていることは台湾にせよ尖閣諸島にせよ海戦の主導権を握っているのは中国側であるということだぜ。アヘン戦争において海洋中心戦争における攻撃側の優位をイギリスに発揮されて惨敗した中国としては、攻撃側としての優位性を捨てる気は微塵もないだろうね。特に台湾においては、米インド太平洋軍司令官に就任したジョン・アキリーの海軍大将が、多くの人が理解しているよりも中国が台湾に侵攻する脅威は深刻で切迫していると述べて注目を集めたんだ。さらにアキリーの司令官は、前任のフィリップ・デイビッドソン司令官が、今後6年以内に中国が台湾に侵攻する可能性が非常に高いと述べたことについては同意しないと述べ、さらに中国による台湾侵攻が差し迫っているとの考えを示した上で、米国が東アジア地域の防衛力を強化するために提案している予算270億ドル約2兆9000億円を早急に執行する必要があると主張したよ。そして、中国の台湾侵攻を傍観することにより、台湾近海を経由している物流が滞り貿易に影響が出る恐れがあること、そして日本、韓国、フィリピンなどのアジアにおける西太平洋地域に所在する、米国の同盟諸国からの信頼が大きく損なわれることを懸念していると述べたようだね。東アジア地域は世界の工場とも呼ばれる、人類史上最大の工業生産力を持つ地帯であり、半導体から家電、車、衣類その他現在世界的に流通している工業製品の大半がこの地域で生産されているからな。これを支えるのは海運に他ならず、ここを抑えてしまえば世界の覇権を握れると言っても過言ではない以上、現在の覇権国である米国と、それに挑戦する中国との対決姿勢はより一層厳しいものとなるだろうぜ。歴史的経緯から考えて台湾の併合は中国共産党の悲願だからね。いろんな不利益を無視してでも実施するだけの動機があると考えられるってわけだ。特に台湾で紛争が生じた場合、その火の粉は南西諸島及び沖縄列島に降りかかることは明白であり、日本国政府としても傍観姿勢を取るわけにはいかないもんね。先の日米安全保障協議委員会にプラス2では日米両政府が、台湾侵攻時に在日米軍が介入した場合に日本が米軍の後方支援を行うことが確認されているよ。在日米軍の基地防衛のほか資源を輸入に頼る日本に対し重要な影響があるシーレーン防衛などは自衛隊が受け持つ部分が、大きくなる可能性があるね。特に、米国本土からの増援の護衛や対戦哨戒、通常潜水艦による情報収集や機雷戦などでは大きな役割を期待されているだろうな。もちろん、南西諸島に対して武力侵攻があった場合には、全力を挙げてこれを排除できるような体制を整えておかなければならないぜ。安保法制によって集団的自衛権の行使が可能となった今、日米はより一体となって、インド太平洋地域の平和と安定に一層の貢献をすることが求められるよね。戦争は、発生してからの解決よりも、そもそも起こさないことが求められる火事のようなものだもんね。日本含め、ロシア、中国、北朝鮮の他軍事力、経済力の一方かその両方が優れた東アジア地域で一度戦争が起きれば、第三次では済まない事態が発生しかねないよ。そのためにも、抑止力を強化し、戦争の発生を未然に防ぐための取り組みが重要となるよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、底なし沼についてだよ。底なし沼ってよくアニメなんかに登場するよね。確かに、一度入ると抜けられなくて沈んでいくってやつだな。でも、リアルでもあるのか？全然あるよ。まず説明すると、底なし沼は名前の通り底がどこまであるかわからないから、底なし沼って言われてるんだけど、実際の底なし沼は人や動物がハマったら抜け出せない深さを言うんだよね。だから、3、4メートルもあれば十分底なし沼と呼べるらしいんだよね。そうなんだ。てっきり、永遠に深くて一度入ると抜け出せないかと思ったよ。しかもね、底なし沼って言うけど、普通の沼とあまり変わらないらしいんだ。でも、もがけばもがくほど沈むからハマった際には、落ち着いて対処しようね。なんだ？なんかそういうの聞いたら夢壊れちゃったな。
もっと、沼に入ると沈んで大きな動物に食べられたりするのかと思っちゃったよ。それはアニメの見すぎだろ。ちゃんと現実見ろよな。なら今日の動画は終わりだよ。